この番組はクレイジー&チャレンジのジョーブログの提供でお送りします。トークライブの本番前の楽屋は最高潮にモチベーションを高めるため緊迫感に包まれていた。こうやって来てくれてる人らがこんなにもいっぱいおるんやなみたいな。昔は一人二人やったよの時もあった。一回あったわ。一回だけトークライブやったのにもかかわらず全然人が集まらんかったとか、トークライブ中止になったとかあったけど、なんかちょっとずつな自分のこう努力と比例してなんか近づいてる気がすんねん。もっともっとでっかい夢に、もっとかっこよくなりたい、もっと本気出したいし、もっともっと俺はやれると常に思ってる。くれ、マジでくれと。YouTuber として活動する傍ら、トークライブで自分をさらけ出す金髪の革命児ことジョン、25歳、自由な生き方をする男だ。そんな彼の一日に密着する。ジョーの朝は本の発想から始まる。全て自らの手作業で行うのだ。彼らしい原始的な行いだ。自分の人生観とか言葉がそうやって人のためになるというか、それを通してな、人がなんか心動いたりとかするのが一番感動するわ、人が変わる瞬間とか一番好きやねんな、見とって。よっしゃ、行きますか。今日撮影やんな、今日は視聴者の人に協力してもらっての撮影だ。こうして動画を見てくれている人と関われることも彼の喜びだ。人生通してエンターテインメントみたいな生き方がエンターテインメントであり作品でありたい。その思いは YouTuber になる前からずっと変わらない。19歳で彼は日本一周の旅へ、そして無人島サバイバル。20歳で仲間とバーを立ち上げ、21歳で一冊目となる本を出版。彼の人生でチャレンジは必須だ。撮影で実際に来た映画館に足を運ぶ。好奇心旺盛な彼はさまざまなディープスポットを撮影する。いつものやつね、これあれや、あのゲイの人らがこうな交流をし合う、そういう人らってなんか社会的に言ったら少数派というかマイノリティな人らっていうかな。俺は別にそんな関係ないと思うねんな。まあ、そういう分け隔てなくそういう人らと付き合っていきたいというか。そう語り、さまざまなディープな場所に足を運ぶ長。時には生死の狭間をさまようような過酷な撮影もしばしばあるが、彼の好奇心と行動力は止められないみたいだ。好奇心の赴くままに旅をする彼だが、それは旅だけではなかった。日常すらも旅のように面白くしたい。旅だけじゃないねんな俺好きなんて。いろんなとこに好奇心あってさ、全部やりたいね。おもろいも好きやし、感動も好きやし、熱いも好きやし、旅も好きやし、俺旅ってなんかな、非日常やと思うねん。で、やっぱ旅したいですとか言って、で、俺の動画見てもらって、旅したい人とかも結構おったりとかすんねやん。でもな、旅人とかで結構多いんが、もう旅するためだけが人生になってる人とかおんねん。あうん。で、旅通して、もういろんなもん見て感性が爆発して、で、それを日本帰ってきた時にさらに俺生かしてほしいなと思って。やっぱもう人生通して一番大事なんてな。そんな彼に、視聴者からの質問をぶつける。どうやったっけな、受験って高校受験は経験しんや、大学受験は途中でやめてんけどさ、沖縄でボクシングしたから、うん、まあ、YouTube やっててもさ、今日モチベーション上がらん時とかあんねん俺も、まあ、それと一緒やと思うねんけど、俺モチベーション上げるためには目標が決まっててさ、いついつに試験が決まってて、で合格なのか不合格なのか、でも合格するってイメージをどんだけ沸かせれるか、で合格したらこんな明るい希望とする未来が待ってるっていうイメージ。例えば受験終わったら何したい？いやもういろんなところがいいっすね。なあ、はい、だからこれ乗り越えたらやで、それいけちゃうねん。で成功した時のイメージを考える、叶うっていうイメージ、それをどんだけ毎日の中で考えてるかっていうな。時にはな休んじゃうこととかもあると思うねんな。うん、やけどな、自分なりに努力するっていうのが大事なんじゃないかな。たまに休むこともあるかもしれんよ。でもそれで自分が休んじゃったとか言って後ろめたさで考えて毎日毎日だるくなるんじゃなくて、うん、今日は休んだからまた明日も頑張ろうって自分なりに努力する。頑張ったなっていう領域まで来て、それで結果どうあれその過程の中で見つかるもんとかが大事なんじゃないかなと俺は思うから。撮りましょうか写真。彼はとにかく
歩いてる人に声をかける。ジョーは人が大好きだ。じゃあ俺も入っていいの？それは撮影外でも変わらない。ありがとうございます。あれ、それ YouTuber の人。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっとジョーブログで見てみてください。また出会いを通して何か面白いことを探しているようにも見える。なんて名前ですか？僕の名前はケント。あ、ケント君ですか？名前ですね。ケント君、バイバイ。いやでもなんかそうやって視聴者さんがこうやって言ってくれて、やっぱ学ぶよな。すごい感謝してるわ。でもなんか気使って何もできへんようになるのも嫌やけどな。俺クズになりたいね。人間としてのクズになりたい。じゃあそういうのは人間臭くありたいってこと。ああ、そういうこと。いろんなこと気にしてじゃなくて、がむしゃらにどん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 自分のやりたいことやって、それでもし批判されたら、まあ、後からあかんなって思うことやったら後から学ぼうかなって思うスタンスで、人間らしく。もうな、綺麗に生きるんとかやめた。いつもの行きつけの銭湯へ。彼にとって自分を見つめ直す大切な時間だ。いやでもどっちかっていうとプラス思考の方が普通におもろいやろ。もうただそれだけやんな。マイナス思考で生きるかプラス思考で生きるか、じゃあどっちかっていうとプラス思考の方がなんとなくおもろいような気するやん。いち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 後ろめたく考えるよりな、どっちかっていうとワクワクしてきた方がおもろくなるし、見る景色とか空の青さも変わるやん。そっちの方がおもろいと思うからワクワクして生きてるだけで、別にどっちでもいいとは思うねんけど、このプラスの方がなんかおもろい気がするから。選択基準はシンプルだ。ワクワクするかしないか。彼の思い入れがある土地、西成に向かう。彼が西成に行くといつも行くホルモン屋があるみたいだ。そのまんま西成に行くもん。ジョブロ、ジョーは西成ではちょっとした有名人になっていた。ジョーを求めて西成に来るファンも最近では増えている。おっちゃんめっちゃ集まってきてる。アメリカのやつ全部見た。マジっすか。これうまい。西成のこのホルモンありえへん。やっぱバリ食ってるやん。なっ、もともと YouTuber ってマジで興味なかったやん。あと YouTuber っていうのなんかちょっとは知っててんけど、なんかダサいイメージやったん。なんか家の中で商品紹介したりとか、メントスにコーラ混ぜてバーンみたいなとか、なんかふざけた感じのやつ。無人島サバイバルとか、日本一周とか、アメリカ横断とかさ、なんか路上でフリーハグしたりとか、そういうなんかアホなことっていうか、ちょっとぶっ飛んだことっていうかな、変わったことみたいなのが好きでさ、もともと友達から、ジョー YouTuber になった方がいいよみたいな。で、みたいな感じだった。で、その時にその友達が、いや編集とか撮影とか全部俺がやるからってその友達言ってくれて、でお金もいらんから、もう今チームから外れてんねんからさ、ジョークラブの。そこまで全力で言ってくれんねやったらちょっとやってみようかなみたいな。でやんねやったらもう全力でやろうっていうのがもう俺のモットーやからさ、でちょっとずつちょっとずつやっていって、じゃあやっぱさ、俺がやりたいことやってるだけやのに、視聴者の人とかが勇気出ましたとか、なんか面白かったですとか、私もこうやって旅出たいですとか、僕もこう留学行こうと思いましたとか、ちょっと今諦めかけてた夢あるんですけど、ちょっとやってみようと思いましたとか、それが俺のモチベーション。だからもっともっとなんかいろんなこと俺がやり散らかすことによって、それで人のためになるって最高やみたいな。俺は自己中に生きてるだけやで。でもそれを発信することによって誰かのためになるんやとか、それで好いてくれる人がおるんやってことが、なんかすごく俺は好きで、だからもうなろうと思ったな。もう確実にアマゾンやな。黒船みたいなタンカーにさ、自分たちのイカダがぶつかってびっしょくしゃなってさ、自分らも川に投げ出されてさ、でもその時でも絶対来たの。ほんまにマジでヤバいってなった時に死ぬか死ねへんかって、もうどんな状況でも生きるっていう希望を持つことやと思うねんな。でも一番苦しかったんが、なんでかって言ったら、やっぱサイドンが俺よりもどんどん沈んでいって、あいつは死ぬかもしらんっていう。じゃあアマゾン行こうみたいな言うて連れて行ってるわけや、あいつはカメラマンとして。その状況の中で、めっちゃ俺の責任で仲間が死ぬっていうのが一番怖い。自分がやりたいことやって、それで失敗するのやと別にええし、自分で決意吹くしさ、まずそれで学んで生きていこうと思うけどな。仲間がどうこうなんの嫌やわ、ほんま。この言葉通り、彼はとにかく仲間に熱い男だ。あんなにおっちゃんたちにフィーバーされることなかなか YouTuber でないぞ。みんな JK とか囲まれて、俺ら西大のおっさんしか困らないで。ちゃうわやされる。もう色気で売りたくないもん。エロ系でも何でもするわ俺。もう NG ないから。 NG なし、そう自信を持って言い切れるのは、彼を支えてくれる仲間の存在があるからだ。ミクシーで知り合って、あいつ
でメッセージ送ってくれて、でそのイベントに来てくれて、もうその時あいつネットビジネスみたいなやってて、俺あんまそのビジネス興味なくてさ、イベント来るたびに端っこって勧誘してる感じやったね。で特に何を喋るわけでもなくぐらいの感じやって、で俺二十歳の時にバーやってて、ほな突如急にサイドンが来てさ、肩を落としてやってきてさ、なんか悩み相談みたいなのするの。ビジネスを通してお金を稼げるようになったけど、でもほんまは旅がしたくて全然旅ができてないと。でそこから毎日のようにあいつバー来るようになってさ、でもバー来てもカウンターの端っこでお酒飲んでるみたいな。でもあいつお酒飲まれへんからさ、カシオレ飲むかソフトドリンク飲むかみたいな感じだったん。じゃあいつしかやっぱ仲良くなっていって、でもイベントとかにもスタッフやってもらったりとか、わからんもんやな。で今日やはもともと俺バーできた時にツイッターやってて、でそのツイッターでパッてこう俺映画作りたいって言ってん。別に何の具体性もないねんけど、ツイートした時にいや興味ありますみたいなメッセージくれて、僕も手伝いたいですみたいな。ちょうどイベントやってるから、旅人集まって旅の情報交換をするような旅会パーティーっていうイベント俺のバーでやってるから、そこにおいでやみたいな。じゃあいや俺旅人とかでも何でもないし旅にもあんま興味ないんですけどねみたいな感じやってん。けどもうとりあえず来いよみたいな半ば強引にレアが来て、そっからバーによく来るようになって仲良くなって、で俺がやってたイベントとかのスタッフやってくれたりとか、で俺がやってたそのイベント団体の代表とかしてくれるようになってみたいな感じの出会いやねん。でもなんかそうやってバー作ったりとか俺やりたいことやってなかったらこれ出会いはなかったんやなと思って、でもまあなんかすごい俺は感謝してるしさ、やっぱなんかやりたいこととかやって行動したらこういう夢を共有できる人と出会うっていうのがたくさんあるよな。そうして日が沈み始めた頃、ジョーはキロに着いた。当たり前だな、そんなそういうこと聞きたいんじゃないね。いや俺かっこいいよ、どこからとも見ても。そういう質問じゃないから。具体的にか、これ自分探しみたいな感じで追求したことあんねん。自分って何やろって自分の説明書みたいなのを書いてさ、自分とはって。で、その説明書のなんかこう理論みたいな、自分論みたいなのをパッと心に入れて、え、マッチないんですね。じゃあさ、パッとぶっ壊れたりすんねんな。その、自分が確固たる理論やと思ってたことがやで。やけど、そうやって迷いながらやってたら、だんだん自分の中で、あ、やっぱ俺ってこうやなみたいな思うこととか、うん、それはいろんな経験からパッとこうフィードバックして、だからこそ同じようにその中で悩んでるやつに対して言えると思うね。みんな結構つまずくとこ一緒やったりするからさ、人生の階段っていろんなところでみんなつまずいたりするけど、結構共通してたりするね、いろんなことってつながってたりするから、だからあ、俺もそんな時あったみたいな、俺はこうしてたって言えるようなね。だから同じように俺は悩んだからねんな。だから悩めば悩むほど人のためになるんじゃないかなって思うねんな。うん、お疲れさんです。今日はお疲れ様でした。帰宅した彼は疲れていた。あー、コーヒーが染みるわ、疲れた体に。はぁ、来ないかな。この後どうするの。この後ちょっとモチベーション上げなあかんわ。ちょっと熱い音楽とかでも聴こうかな。わあ、かっこいいわ。うわ、もう努力したなるわ。めちゃめちゃもっと努力したいしな。有名になりたいな。こんなん見とったら有名になりたいね。もっともっと努力してなるのは分かれへんやん。有名になってみんな分かれへん世界があると思うねん、うん、けどな、怖さもあるな。昔友達とかといっぱい遊んだりとかして、友達が悩んだりとかした時とかはパッてもうすぐ行ったりとか、こう LINE とかメールとかあったらすぐ喋りに行って相談乗ったりとかさ、もう目の前の人に全力やったなみたいな時期あったけど、最近調査さんとかにメッセージもらったりとかしても、もう今返されんもんな、全員が全員。うん、今でさえそうやのに夢になったらもっと目の前の人に対して全力っていうことを忘れるんかなとか。でもそのまま夢になった状況でも自分っていうものを貫けれたら俺もっとかっこよくなれるんじゃないかなとか。いや、こういう男たちみたいにさ、だから俺今の自分よりもっとかっこよくなりたい。それがもう原動力でしかないから。
今日はやるで、まだまだ行くで。そう決心を語り、今日も動き出そうとするジョーに最後にこれからの目標について聞いてみた。チャンネル登録100万やな。いや言ったらほんまこれ焼肉奢ってやみんな絶対行くからさ。100万行ったらもうそれをいろんなことにつなげてイベント開いたりとか武道館とかマジで行きたいし、トークライブでマジロマンでかいから絶対行くだ。決して小さくないロマンを最後に言い放った彼はまた今日も熱く突っ走る。しゃあ夢を追ってきてよかった。自分の好きなことで生きてよかった。そうやって今俺は確信してます。だから皆さん日本テレビはほんまにありがとうございます。これからさ、もっともっとチャレンジしていくしさ、俺自身が自分の楽しみで自分の人生を生きたら、それを見てたくさんの人が楽しんでくれたりとか幸せになってくれたりとか、根拠のない自信で一つ一つ一つ目の前のことに対して本気を出すってことを本当に大事にしてほしい。俺はそれをジョーブログで本当にこれから実現していきます。